デソン、フェイクを入れる、ダブルチームで抑えにかかる、これを嫌ってキックアウト、ダバンテガードナー、遠めのスリーを射抜いた、はい、渡辺翔太、ボールを持っています。ネイサン・ブース近づいてくる、ネイサン・ブースに渡す、ネイサン・ブースの前はレイマンです。バウンスパス、ブース走り込んで外れています。ボーディミル・ゲルンから青木、ゲルンのスクリーンはがっつり決まっている、エルボージャンパー、キャプテン青木、仙台の連阿部、ネイサン・ブースはスクリーンスリップしていて中にいる、ボーディミル・ゲルンがショートコーナーから現れている。今日のゲーム2、阿部シュートはいかない、中に入ってくる、プレッシャーを受けながら阿部が決め切ります。西田対阿部亮、西田ゲルンに当たりながらダンクショット、ガードナー空いている、西田と阿部です。スクリーンをかけてガードナーオープンでスリー打ってきた、逆転のスリーだ。仙台が上回っているので、はい、仙台としてはもうちょっと機動力使って、はい、オフェンスを展開したいんですよね。はい、レイマンにボールが入ります。スイッチしてレイマンのディープスリー、今度は西田がエンドワンです。西田に入れる、西田に対して高い位置でのプレッシャー、スリー打ってくる、決め切りました。長野がボールをコントロールします。長野さん、青木です。上がってきた石井康介ではなく、ここで石井康介にパスを出す、フルコートから 2-3 ですね、 1-2 ですよ。またね、ネイサン・ブースだ、ネイサン・ブース、阿部亮低い弾道です。ネイサン・ブースリバウンド掴んだ、リバウンドセカンドチャンス生かして阿部亮決め切った。そして西田、バンパスガードナー強い、青木ペースを変えながら後ろからイデソンのスチールがありました。イデソンのレイアップ、青木、片岡、外でハンドオフしてゲルンです。ゲルンのダンクにつなげました。ここで試合終了です。83-76、シーホース三河、仙台 89ers との